皆さんこんにちは。クリーンセンター長の中西です。日頃はクリーンセンターの業務にご協力いただきありがとうございます。今日の動画はゴミの出し方の注意点についてまとめました。それではご覧ください。燃えるゴミに関してなんですが、収集の時に生ゴミに関して汁切ってないのがあります。汁は切って出してもらえるようにお願いします。それと燃えるゴミの中に不燃物が混じっております。出す時にはきちんと分別をしてから出すようにお願いします。これはと額縁とかあんな感じのものなんですが、これなんかは簡単というか、まあ折れたり細かくできたりするんで、できることでしたら、まあ可能でしたらこれを細かくしてから出すようにお願いします。こちらの方でできるだけあまり手間のかからんようにお願いします。不燃物の収集の時にスプレー缶がよく混じってきます。スプレー缶と分かるように袋か何かに書いてもうて、それで集積場所の方に出すようにお願いします。乾電池もよく混じってます。で、乾電池なんかも乾電池と分かるようにして出してもらうようにお願いします。今日の不燃物の収集の中でこういったアルミ缶が混じってきます。これはもちろんアルミ缶、ここに三角のマークがついとるのがアルミ缶となります。
それとこの、缶詰のカンカンなんですが、これもアルミになります、三角マークで。それとあとちょっと分かりにくいんやけども、このスプレー缶、この底を見るとこれがアルミになってます。こういうやつはアルミ缶の方に出すようにお願いします。今日の不燃物の収集の中でこういうふうな、シャンプーのポンプが入ってます。これに関しては中身をきれいにしてから、その他プラとして出すようにお願いします。このペンキのカンカンが入ってました。このペンキのカンカンは中身をきれいに抜いてから出すようにお願いします。ここでは中身入りになると、処理、中身まで処理することができないんで、中を抜いてからお願いします。それと中に固まっとるやつがあるんですが、それもここでちょっと処理することができません。それでこういうカンカンの中に廃油とかあとオイルの入ったカンカンも混じってきます。今日の不燃物の中に中を抜いてからその出すようにお願いします。オイルなんかもここで処理することができないんで、空にしてから出すようにお願いします。乾電池は不燃物の収集日に乾電池と分かるように、乾電池だけで出すようにお願いします。ペットボトルをこの中に、あの雫が、あの水が入ってへんか見て、それから汚れがないか見て、それからキャップがしてあるとはいかんもんで、このキャップを外します。それだけの仕事です。で中にはいろんなものが入ってますので、これをあの捨てて、こう、まあ汚れてるっていうのはこういうのが汚れてますよ。あのペットボトルの中にこういうものが入ってるだけがありますもんで、これが困ってます。ペットボトル出す時の話をします。このキャップを取り除いてもらいまして、水洗いをして、それでこのその他プラを剥がしていただきまして、それで水洗いをしてから出すようにお願いします。それでこのペットボトルの中に
タバコの吸い殻がよく入ってます。そちらの方も気をつけるようにお願いします。瓶、缶、アルミ缶に関しては必ず水洗いをしてから出すようにお願いします。秋口になると缶とか瓶のとこに甘いんでスズメバチが寄ってきます。職員のものも支えたりすると危ないんで必ず水洗いしてから出すようにお願いします。瓶の出し方について説明させてもらいます。こういうドリンク剤の瓶なんですが、このキャップはこれはアルミとして出してください。でこの瓶に関しては必ず湯水でから出すようにお願いします。こういった瓶のキャップはその他プラの方に入れてください。この瓶のキャップはこうすれば簡単に取ることができます。こういうふうな瓶に関してはキャップがついております。このキャップを外してもらって、それでこの中に蓋が入っております。この蓋はもう入れずに、この蓋の方はアルミの方にお願いします。またこういう瓶についているその他プラに関してはこれを外してもらいまして、これをその他プラの方にお願いします。最後になりますが、この瓶に関しては口のところが透明になっております。周りが色がついとっても口の周りが透明でしたら透明の瓶として出してください。
さんいかがでしたか。これからゴミが多くなる時期です。ご家庭でもコロナ対策など大変な時期ですが、今後とも分別収集にご理解ご協力をお願いします。